本日は、ここプロダクツ2024の会場の試合にやってきています。そして今、日本灼熱株式会社のですね、トップヒートバレアという商品の説明をですね、お伺いしたいと思います。これはどういうふうなですね、このトップヒートバレアというのはどういうものなんですか？例えば遮熱材ですね、あそこにも書いてあるように断熱材と内装材の融合、 0.1mm の超薄型断熱材ということです。あ、そうですね。これはどういうものによって製品が電磁波、これがその製品ですか？はい、そうです。これは鉄板にうちの遮熱材を貼っただけです。あ、そうです。それで逆に、こちらサーモの画像を見てもらうと分かるんですが、同じです。遮熱を張ってない方は今現在111度、遮熱材張ってある方の表面温度は34、31、32度、本当にこれ出来たてふやもう70度の差ですか？そうですね、はい、はあはあ、手をこざしてみますと確かにね、こちらの方はもう全然圧迫ないですね、はい、こちらの方はね、そのとおりです。これはどういう成分によって映像ですね、なるほどなんですか？これ簡単に言いますと、熱が鉄板に伝わってきたときに、こちらのものっていうのは熱がそのまま電動して出てくると、はい、うちの場合この遮熱材貼ったところは一回熱がこの鉄板に吸収されて、まあいわばこの鉄板自体が断熱材ってことですね。それを熱をこの遮熱材 0.2mm のこの遮熱材でもってストップしてるという、外に放出しないっていうことです。まあいわばこれが本当の断熱を断つってことで断熱と、はい、これはどういう成分によって頑張ったのか、まあ簡単に言えばアルミが両面アルミです。その間にいろんな物質を挟むことによって、今現在これ7層構造になってます、はい、それにそのお宅の会社の特許が、ね、はい、そうです、反射するもの、要するに金属、コンクリート、すべて木もそうなんですが、まあ、反射する物質に高反射のものを貼るっていうのがうちの構造特許を取ってます。これですね、だからそうですね、このね、はい、薄い、まあ、全てこちら外壁ですが、外壁材、この外壁材の内側にこう遮熱材ある、これもうちの特許になります。全てのものにこれは応用可能ですよね、はい、はい、そうです。で最も利用されているのはこういう、そうですね、工場の屋根、工場の屋根、はい、この場合はですね、工場の表面温度を28度下げる、はい、まあ、大体普通ですともう70度とかもう50何度とかその辺になってるのも、もう表面温度を28度以上下げてしまうという。あ、そうです、はい、この場合も倉庫の温度を、そうですね、これはもう室内の温度自体を10度下げたという、はい、で電力はさらに 68% 削減できたという、はい、まあ、あと結局ですね、その額の、はい、技術的な特許があって、海外から、はい、買ってるものじゃないわけですね。そうです、あくまでもうちの方で独自に作ってる遮熱材です。あ、そうです、ね、これはもう最近完成したんですか？実はこの遮熱材自体はもう十何年も前からうちの方で作ってるんですが、この特許に関してはまだ去年一昨年特許を取ったばっかりです。で実際ですね、はい、企業といいますか、だいぶあちこちに入って使用されてるんですか？そうですね、おかげさまで最近では大手スーパーの新築の物件の天井とか、あと工場さんとか、結構いろんなところで使わせてもらってます。住宅なんかにも入ってるわけですか？そこで住宅が今までどうしても難しかったのが、今回こちらの内装材と一体式のこういうのを開発することによって、今後住宅にも普及を多くしていこうと、いわば壁紙
をカルロと同じ感覚で遮熱ができるということですね。あ、そうか、はい、ファイヤーからの注文ですよね。そうですね、それも暑いところからですね。はい、非常に有効ですよね。はい、はい、お互いおかげさまでいろいろなところが問い合わせが。それで実際にですね、これの製造のコスト というのはそんなに高い値段じゃないですか。そこで、ね、若干ちょっと高めは高めなんですけども、やっぱり自社で作ってる以上いろいろ研究とか常に新しいものをどんどん作ってますので、その上でちょっと高めなんですが、まあ、今後需要をどんどん増やすことによって価格的にも下げていこうということは。あ、そうです。はい、ありがとうございます。はい。